はい、ではここからは田中さんと一緒に、はい、まあ、僕が日頃お世話になってますので、まあ、いろいろヘッドについて僕も多分知らないことがあると思うのでいろいろ教えていただきたいんですけど、ヘッドってちなみにどこの国？そうですね、ヘッドはあのヨーロッパのオーストリアという、うん、はい、あの、はい、国が発祥でして、まあ、元々はあの実は国営企業が、あ、どうでしょうね、持ってたブランドっていうことで、オーストリアタバコ自体が持ってたブランドです。ですんで、まあね、オーストリアといえば結構スキーが国技のような形なので、まあ、実はスキーから発祥したブランドという形になります。で、まあ、今やね、もちろんスキーもですけども、テニスも、はいはい、あのトップ選手がたくさん使うブランドとして、まあ、世界中で認知されているみたいな国なんですね。そうですね、はい、今で言うと、まあ、分かりやすいことで言うと、ジョコビッチがやっぱりトップを張ってるんですけど、どれぐらいやっぱりいるんですか、シェアというか。そうですね、まあ、ね、いつの時点のランキングかっていうことにもよるんですけど、大体、まあ、去年とかぐらいから、まあ、一昨年去年ぐらいからするとトップ10に大体4人とか、うんうん、あとはまあ5人とか、はいはい、まあね、トップ10で5人というと半分ヘッドっていう話になるんですけど、まあ、でもそれぐらい要はトップ選手が、うん、あ、お金を稼ぐためのラケットとして使うという形なので、はい、まあ、非常に使っていただきやすいという感じじゃないかなとは思いますね、はい。ちなみにテニスが始まって、そのスキー場からテニスが始まってどれぐらい経つんですか？大体、まあ、テニスラケットの開発が始まってから、まあ、約50年ぐらいになって、まあ、私も全然生まれてない、まあ、星野さんも言ってましたからね、生まれてる人ぐらい、さすがに、はいはい、なんですけど、まあ、その中でね、ヘッドの一番、どういうんでしょう、ヘッドブランドとして、一番、まあ、ポイントになっているところというか、ブランドとして一番大事にしているというのが、実はあの素材からテクノロジーを生み出すということを一番に思ってます。まあ、その昔、例えば木のラケットしかなかった時代に、はいはい、あのアルミのラケット、アルミを使用したラケットを世界で初めて作ったのは実はヘッドであって、まあ、スキーなんかで言ってもニットのスキーしかなかった、要は木製のスキーしかなかった時代に、まあ、いわゆるその鉄というか、あ、素材が違うものを使ったスキーを世界で初めて使ったの、作ったのもヘッドなんですね。ということで、まあ、我々の何か、ね、コンセプトの、まあ、ポリシーみたいなところで言うと、素材からテクノロジーを生み出すということで、常に、まあ、このギアの業界をリードするというか、う、まあ、それが一応ヘッドのポリシーとして開発を進めていると、はい、先端を行くと。素晴らしいですね、ですね、先端を行く、先端、はい、ということで、まあ、ちなみにですね、このヘッドのマークなんですけども、はい、これは、まあ、何を表しているかっていう話なんですけど、わかります？知ってます？全然知らなかった。あ、知らなかった、はい。これクイズ正解した方は、あの1年間バディさん の, あのレッスン無料ということで、田中さんがお支払いいただいて、はい、実はですね、これスキーのトップの部分を表しています。スキーの先端の部分、スキーの先端の部分って必ずこう反り返ってると、はいはい、なってます。で、反り返ってるところにピンで止めてる感じです。というのも、これもさっき言った素材からテクノロジーを生み出すということで、はい、木のラケットに、あ、木のスキーに、間にこう鉄を挟み込んで、いわゆるこう剛性を上げたスキーを打った。でもやっぱ木と金属っていうのは剥離するので、金を打たないと止まらなかったんですね、反り返ってるから。だからこれが、まあ、いわゆるブランドのアイコンというか、この最先端の素材を使ったよっていうのが、もうこれがずっとブランドのアイコンとして残り続けるという。魚とか言われるんですよ、横向きで魚昔ここ伸びてましたね、このシュート。あ、そうね、シュート、もっとシュートしてたんですけど、はい、まあ、ちょっとね、変更したとかいう感じでございます。好きだったんですね、これ。スキーのトップを出してる。まあ、僕も契約させて2年ぐらい経つんですけど、なんでかは全然知らない。あ、じゃあ、まあ、ね、これはぜひ広めていただいて。ぜひ皆さん、あの、はい、魚ではないので、ぜひ。スキーの先端ということで。やめていただいて。よろしくお願いします。はい。魚の話は一旦、まあ、これぐらいにしといて、はい。あの、まあ、素材からテクノロジーを生むということで、はい、今のラケットに入っている素材とテクノロジーについて、そうですね。はい。いろいろお願いします。はい。まあ、今ね、実は最先端のテクノロジーで、最先端の素材を使ってます、はい、で素材名としてはグラフィンというあの素材になるんですけども、はい、まあ、なぜじゃあ我々今グラフィンを使ってるかというと、グラフィンを使うことによってできることっていうのが、実はあのラケットの重さを皆さん、あの今 300g 使ってる方が、まあ、大体こう選ぶときって 300g で選ぶと思うんですけど、うん、我々としてはもうワンランク軽いものを選んでいただいて、うん、まあ、スイングスピードを上げていただいて、はい、まあ、スイングスピードが上がるとやっぱスピンをたくさんかけれるので、うん、その結果ボールがコントロールできます、ね、はいはい、で要はミスを減らしていくことが、うん、ですので我々グラフィンを使っていただく大きな目的はミスを減らしていただくためのラケット
という形で開発をする。でグラフィンを使うことで、軽くても打ち負けない設計というのが、はい、実はできます。でこの設計は、今ラケットメーカー他社さんとヘッドと実は設計方法が全く異なります、はい、で設計方法の話をするとこの動画が3時間ぐらいになるのでまあとりあえずね、設計方法の違うというところでいくと、はい、特別なんで今度それは、まあ、また今度別撮りでね、はいはい、お酒でも飲みながらそれは僕も知りたいということで、まあ、グラフィンを使うことで、軽いラケットを使っていただいても打ち負けずに安心して打てますよ、うん、その分スイングスピードを速くしてスピンをたくさんかけてミスを減らして試合で勝つことができていきます、うんはいはい、これがまあいわゆるグラフィン、うんでまあ、グラフィンがじゃあラケットのフレームのどういう部分に入っているかっていうのが、うん、あこの編集でねこの辺かなその辺この辺ぐらいかなこの辺出てます、ね、出てるかなこの辺ぐらい出てくるとは思うんですけども、はいはいやらせていただこうというで今度、次にですねこれグラフィンというのはちなみにもう10年以上前から我々ラケットに搭載しています。はいはい、はい、で、今度ですね、去年から搭載しているオーセチックという素材が、はいまあ、素材というかオーセチックを使ったカーボンというのが実はこの、はいここですねヨークと呼ばれる部分なんですけども、はいまあ、このヨークと言われる部分に、オーセティック構造のカーボンというのを入れています、はいまあ、そうすることで実は打球感を柔らかくできるということなので皆さんのテニスにとって、腕への負担を減らしていこうということをさせていただいているというのと、はい、打球感がまあ柔らかくなるので、まあ、ストリングの設定をねもうちょっとこう強めの設定にしてボールを潰したりとか、はい、スピンをたくさんかけたりとかっていうこともできるようになりましたので、まあ、まとめるとですね、最先端が詰まってるとはい、いう形になります。詰まりに詰まったラケットがこれからありますので、はい、よろしくお願いします、はい、実際にどんなシリーズがあってね、はい、どんなラケットがあってどういう特徴があるのかっていう説明に、ねはい、入っていただきます、ね、はい、お願いします。いただきます。テクノロジーについてお話しいただいたので今度はもうそれぞれラケットについて、はいはいねご説明いただきたいんですけど、まあ、今実際にヘッドにあるこの6機種ですね、そうですね6個のシリーズがありますので、まあ、それぞれのシリーズがどういうラケットで、はいまあ、どういう特徴があってどういう人が好むのか、はい、っていうのを細かくちょっと説明していただければと思います。分かりました、はいまあ、今ね星野さんご紹介いただいた通り、6種類あります。で、まあ、ヘッドってねこの6種類っていうのは実はラケットメーカーの中で種類一番多いです。あ、はいはいでまあ、なんでこんなに多いのかっていうと要はどんなプレイスタイルの方であってもヘッドのラケットが合わないヘッドで合わないラケットはないよ。もうなんならもうヘッドだけで皆さん、うん、カバーできちゃうっていうぐらいの、はい、ものになってますので、はいまあ、その辺をねじゃあタイプ別にという形なんですけども、うんねはい、まず一つ目からいきます、はい、飛ばない順番でいきましょう。飛ばない順番いわゆるコントロールが一番できますよというラケットとしてはこのプレステージというラケットになります、はいまあ、もうね見た感じでこうちょっとフレームも薄くてですね、はいちなみに僕も今自分が使ってますそうですね、はいまあ、やっぱりこの辺はですね上級者の方が使うラケットとして、まあ、有名なラケットではあるんですけども、まあ、もうこれは初めて40年以上ですかね、これを作り始めて、ヘッドのプレステージという、ヘッドといえばプレステージというような感じなんですけども、まあ、とにかくどれだけ打ってもなかなか簡単に飛ばすことはできないです、はいはい、その代わりしっかり打てば打つほど独特の打球感というのが得られますし、独特のコントロール性能というのがあります。ですので、まあ、皆さんいつかはプレステージ、ねうんうんまあ、車でいうといつかはクラウンみたいな話になるんですけども、はいまあ、プレステージで、いつかはやってみたいと。なるほど。だからまあこのプレステージの良さはねこれを持って草トーナメントに登場するともうなんか2ゲームぐらい勝ってる雰囲気出せるっていうオーラで勝てるっていう、まあ、それにもなったんですけども、うんはい、ということで、まあ、このプレステージ皆さんね、ぜひシダラケットがある場合は、うんじゃあどれぐらい飛ばないのかっていうのを、ねまあうね、試しに打ってみていただけたらと思うんですけど、どこまで難しい、はい、そうですね。これを使えるように、しっかり練習しましょうというようなラケットになっています、はいはい、でその次にですあ続けていいですか、はい、じゃあその次にですね、コントロール性能がまあ優れてますよということでとこのグラビティグラビティカラフルラケットになりますね。これ、はい、裏と表がデザインが違うということで非常にね、まあ、女性も含めておしゃれな感じで、うん、まあ人気を博している状態ではあるんですけれども、はい、というところで、まあ、使っている選手なんかはね去年のオリンピックで金メダルを取ったズベレフ選手が使っています、はい、でこのラケットの特徴は先ほどのプレステージよりも若干優しくなるので、うん、どっちかというとストリングが結構しっかりたわんでくれます、うんうん、ですのでそこまでスイングスピードが速くなくても、まあ、とにかくコントロールはしっかりしたいんです、はい、飛びすぎるのが嫌なんですっていう方にはちょうどいいかなというようなところなんで、うんうんうん、結構ねジュニアのアカデミークラスなんかでも使ってる選手なんかは非常に、うん、多いですね、多い中
ようになります、はい、で、ちょっとね形的に上が膨らんでる感じなんですけれども、うん、あのどういうんでしょうね、スイートスポットも結構ね若干上の方にあるので、はい、先端で捉えて遠心力を使って、うん、パワーをたくさん生み出してっていうのは、まあ、これズベレフの要望によりこういう形になったんですけれどもというところで、まあ、非常にこうどうでしょうね、テンション一生懸命やろうっていう方には、うん、あ向いてるかという感じになります。はい、続いては続いてですね、ちょっとオールラコントロールラケットというよりも、まあ、どっちかというとオールラウンドラケットみたいな部類には、はい、入ってきますということで、このラジカルというラケットですね、はいはい、非常にねこう特徴的なオレンジ色をしているラケットになりますけれどもというところで、はい、まあ、これ先ほど申し上げたようにオールラウンド、いわゆる飛びますよだけどもコントロールもできますよっていうことの、まあ、いわゆるどういう使い方でもできますよっていう中の一つとして、うん、いわゆる今の中でいうと、まあ、ヘッドの中では一番、まあ、スタンダードみたいな位置づけにされているので、うんうん、ヘッドをこう使ったことがないですよとか、初めて気になってたけど初めてヘッド使いますっていう方は、はい、ラジカルから入っていただくのが、うん、まあ、一番癖がなくて、はい、まあ、ヘッドの特徴っていうんですかね、うん、まあ、ヘッドってどうなのかなっていうのが一番分かりやすい、はい、あのラケットになってるんで、うん、まずはラジカルを軸に、まあ、これよりも飛ぶ方がいいとか、うん、これよりもコントロールできる方がいいとかっていう軸で、はい、ヘッドのラケットを選んでいただくような、うん、まあ、そういう一番真ん中というか、はい、一番真ん中というラケットになってます、はい、まあ、シュワルツマンであったりとか、うん、まあ、ね、ほら女性のスティーブンス、はい、ほら忘れちゃダメでしょスティーブンスとか、はい、で、あの今年の、ね、全日本ジュニアの18歳の男子を優勝した原崎朝日選手っていう、ホットな、はい、ホットな、昨日かな終わったのが、ね、はい、優勝した選手なんかも使ってますし、はい、まあ、ヘッドの契約しているジュニアの子で16歳18歳以上になると実は一番使っているラケットって多いのがラジカルなんですよ。だからある程度しっかり振れて、はい、それでもやっぱり飛びしっかり 飛ぶラケットが欲しいっていう、まあ、そういう一生懸命な、テニスしているジュニアの方なんかは結構いいかもしれないですね、はい、全国大会での使用実績なんかもかなり多いと、はい、いう形になっております。はい、続きましてスピード、スピード、はい、ですね、はい、これもですね先ほどのラジカルに続いてオールラウンドという括りのヘッドの中でいうとラケットになります、はい、で、オールラウンドなんですけどもラジカルと比べると、うん、こちらの方がやっぱり反発力、いわゆるラケット自体にパワーがあるので、はい、ボールをしっかり飛ばせますよという形です。で、先ほど、まあ、ジョコビッチがね、あの、うん、使っていることで非常に有名なんですけれども、ね、はい、あのちなみにヘッドの中で世界中でも含めて日本でも、まあ、今一番売れてるラケットっていうとこのスピードになります、ね、はい、まあ、ジョコビッチの、ね、効果っていうのが当然やっぱりたくさんあったんですけど、うん、はいはいはい、最近の理由はね実はそこじゃなくて、もうちょっとこっちから、そう、たまってないよ、あ、俺がちょっと僕の圧が強すぎる、ね、絶対最初この位置だったんだけど田中さんがだんだんこっちそう、もうちょっと GT だ、あ、言ってくださいって言ってください、はい、すいません、ちょっと冗談でしたね、はい、はいはい、ということで、あの、スピード、スピードがなぜ売れてるかっていうのが、はい、実は女性が使うてるか、これを使う女性の方っていうのが実はね、このオーセティックのスピードっていうのに、ね、はい、今年の3月に変わってから、うん、かなり増えた感じがしてます。で、今までスピードって硬いとか飛ばないっていうイメージが多かったのが、うん、まあ、このオーセティック搭載して打球感柔らかくなったっていうのもあって、はい、女性のが特にね、高校生とか、あの中学生の女の子とか、うん、結構ね、他社さんのなんとかゾーンとか、なんとか、なんとかドライブとかと迷った結果、うんうん、はい、このスピードを買う、もしあれかピーって入れてください、ね、いう形なので、はいはい、まあ、どっちかっていうとジョコビッチ効果っていうよりラケットそのもの自体の性能として結構こう土台ができてきたような雰囲気なので、まあ、本当にスクール通われてる女性でも十分使えるので、はい、皆さんぜひ、お試しいただけたら、はい、スピードぜひ、はい、オールラウンドの中でも飛ぶタイプという形になります、うん、スピードでした、はい、スピードでした、はい、次はですね、このエクストリーム、はい、じゃーん新しい9月の15日9月の15日なんですけど、まあ、ちょっとね最近 の, あ, のあるあるで若干遅れ気味っていう、はい、これはまたあの追ってご連絡をという形になるんですけども、はいはい、ピスタチオグリーン撮影だ、今の段階ではまだ未発売のそうポシャケットですね、ピスタチオグリーン、ピスタチオグリーン、はい、すいませんね、
タジオグリーンでやらせていただいてますけども、ピスタチオグリーンっていう、あ、っていう色なんですけども、はいはい、まあまあ、 あの性能面としてはね、はい、やっぱりエクスリームといえばスピンという形なので、うんうんうん、まあ、いつもお話しさせていただいてるんですけど、どれぐらいスピンかかるんですかっていう、うん、質問があるんですが、どれぐらいって言われると一言で言うと勝手にかかりますというレベル、うんうん、あのもうラケット普通に振ってくれればナチュラルスピンとしてかかってくれるので、はいはい、まあ、本当にラリーを長く続けてテニス楽しみたいよっていう人から、うん、まあ、とにかくベースラインでスピンで勝負するんだっていう競技をするからまで、存分に使っていただけるような、形になってます、はいはい、ぜひこのせーのピスタチオグリーンで、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、いう感じカラフル、綺麗な色がね、はい、じゃあ最後、じゃあいよいよ最後、はい、すいませんね、ちょっと長くなってますが、はい、一つ終わりますか、ブーンブーンブーン、はい、音で音でブーン、はい、はい、これはですね、ミントブルー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 ね、はい、ちょっとこう、とある高級ブランドで見たことあるような ね、はい、はい、勝手にキラキラしちゃいそうな、はい、勝手にはちょっと言えない、言えちゃいそう、はい、そうですね、言えないんですけども、はい、はい、で、このブーンというラケット自体は、はい、実は、全く、初めて、ヘッドがとあるコンセプトに作ったという、はい、というのもヘッドって、まあ、ご紹介の中でも言ってる通りしっかり打つっていうことが前提のツアーラケットっていう形の開発が基本だったんですね、はい、ジョコビッチの要望を受けて作りましたとか、はい、ズベレフの要望を受けて作りましたとか、はい、まあ、アガシの要望を受けて作りましたとかっていうような、まあ、いわゆるその選手からの要望を聞いてラケットを開発してたんですけど、このブーンだけは唯一もう今のマーケットのトレンドに合ったものに対してヘッドを開発してみようということで、じゃあ今のマーケットのトレンドなんですかっていうと、やっぱりよく飛んでくれて、なおかつ打球感がすごく柔らかい、はいはい、まあ、いわゆる皆さん万人が使いやすいラケットみたいなコンセプトで作ったのがこれになります。ですんで、まあ、それこそなんとかドライブとかなんとかゾーンとか、まあ、いろいろね、っていうところがね、やっぱり結構男性も、はい、そうです、男性も女性も、はい、まあ、どうでしょうね、ジュニアの方も、まあ、結構大人の方もっていう形で使われてるんですけど、幅広いですね、はい、ヘッドで言うと、まあ、これになります、うん、ただし、まあ、他社さんのそのあたりのラケットとブーンの違うところは、しっかりコントロールがしやすくなっている、うん、ですね、まあ、振れば振るほど飛距離が伸びていく、はい、だから、まあ、飛ぶラケットいいんですけどアウトが気になるっていう方いらっしゃると思うんですけども、まあ、その辺はアウトになるというよりもどんどんボールのエネルギーに変わっていってくれるんで、はい、強い球として飛んでいってくれるみたいなところがあるので、結構、まあ、ジュニアの選手でも使ってますし、全日本ジュニア出てるような小学生の方たち、はい、しかもね、女の子が結構ね、今回全日本ジュニアの、まあ、12歳の女の子なんかが、はいはい、結構ね、契約してる方も、ご購入されてる方も結構いらっしゃいました。やっぱりそういう方たちがすごく使いやすいんだなっていうのは、はい、まあ、僕も改めて感じたんですけども、ですので、まあ、とにかくどんなプレースタイルの方も一度はブーン使っていただいて、うん、あ、こういう感じかと、多分フィットするか、まあ、もちろん、ね、フィットしない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、結構ね、あ、やっぱりみんながいいねと、平均点が結構高いラケットになってると思うので、ぜひ、ね、ブーンね、ブーン、はい、よろしくお願いします。うんでいいですか。ブーンかな。うんですね。うんで。無じゃない。無で。まあ、無じゃない。うの方がいいのかな。はい。ブーンと飛んでいく感じで。ブーンっていう。はい。はい。っていう感じ。はい。はい、6種類ね。以上ちょっと、いろいろお話しさせていただいたんですけども。はい、待ちます。あ、すみません。はい。はい。いろいろ。こんな感じで。1種、6種。はい。はい。種類がたくさんありますんで、まあ、ぜひ、皆さんね。はい。必ずどれかいいやつ見つかると思います。まあ選ぶ、はい、使えヘッドで使えないものは、ね、ないというか、ないということで、皆さんもヘッドに乗り換えるしかない。はい、ぜひ、はい、はい、よろしくお願いします。皆さん打ってみてください。はい、お願いします。